こんにちは。関東管区強化センターの北条です。本日は東京都にございます大本山永平寺東京別院長谷寺の勝田学法老師にお話を頂戴いたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。ここ大本山永平寺別院長谷寺は観音様を中心とした観音霊場として人々の尊崇を集めてきたお寺です。その一方で昭和43年に曹洞宗宗務長の認可を受け、大本山永平寺別院長谷寺専門僧堂として宗門僧侶の育成機関である修行道場でもあります。現在も20名を超える修行僧が日夜修行に励んでおります。今日はその修行についてお話をさせていただきたいと思います。皆さんは修行と聞くとどのようなイメージを持たれますでしょうか。おそらく多くの方が辛く厳しいものというイメージをお持ちだと思います。かくいう私も永平寺での修行時代、そのように修行というものを捉えておりました。しかし、ある出来事がきっかけで、修行とはそういうものではないということを知ることになります。当時、私は参禅係という部署に配属をしておりました。参禅係には、布教部長老師という方がいらっしゃいます。布教部長老師は、現在の本山の副官人老師をお務めで、また、この関東管区強化センターの主幹もお務めでありました西田正房老師が布教部長老師を務めておりました。その布教部長老師のもと、参禅係の修行僧5名ほどで日々志を持って永平寺に参禅に来られる方々の座禅の手ほどきを担っておりました。永平寺の参禅には日帰りの座禅、また一泊二日の参籠おこもりですね、さらには三泊四日で行われる参禅研修と様々な形がございます。特に三泊四日で行われる参禅研修は、本山の修行僧の生活に準じた修行座禅三昧の修行が体験できるとあって非常に人気があります。またその反面、生半可な気持ちで参加をしてしまうと、あまりの厳しさに途中で挫折をしてしまうことにもなります。参禅研修でのほとんどの修行の時間は、1日におよそ10時間ほどの座禅をし、そして食事も座禅を組んで厳格な作法を用いて行われます。朝のお勤めでは、本山の修行僧とともに本堂にて1時間の正座をしてお経をあげます。ですから、普段座り慣れていない方にとっては大変足が痛く大きついものです。食事など食べた気がしないほど足の痛みとの戦いになります。そのような参禅研修ですが、指導する参禅係の方も大変です。3泊4日の間付きっきりで参禅者のお世話をします。さまざまな作法を手取り足取り教えたり、食事ではお給仕を担当したり、また座禅の時には座禅の姿勢を点検して回ったり、さらには途中で心が折れてしまいそうな方がいた場合には励ましたりと、全く気を抜く暇もありません。参禅研修が終わると、参禅者も指導する側の私たちも疲労困憊してしまう、それくらい大変な一大行事がこの参禅研修です。参禅研修の最終日、4日目の解散の前、この時間には解散式というものが行われます。参禅係の修行僧が一人一人お世話をさせていただいての気づきであるとか、また感謝の言葉を述べます。私を含めた5名ほどの参禅係の係員は、皆一様に
3泊4日の3000研修、大変お疲れ様でした。よくぞ耐え抜かれました。というような、ねぎらいの言葉を送りました。そして3000係の挨拶が終わると、最後に3000研修の総責任者である副教部長老師の挨拶です。副教部長老師は口を開かれるなり、今、3000系係の修行僧がおのおのに、3泊4日の3000研修、大変お疲れ様でした。よく、この厳しい修行に耐えられました。と、ねぎらいの言葉を送りましたが、本当にそうでしょうか？本当に苦労するのは、皆様がこの後、社会に帰ってからではないでしょうか？仏教では、これから皆様が帰る社会のことを、インドの古い言葉で、シャバと言います。訳すると、忍度と言い、さらに直訳すると、苦しみを耐え忍ぶ場所という意味です。ここで言う苦しみとは、端的に申し上げるならば、何一つとして思い通りにならない人生のことです。この皆様が帰る苦しみの世界、シャバに対して、皆様が修行した修行道場である永平寺は仏の世界です。苦しみや迷いを離れ、安心、安心と仏教では言いますが、安心の生き方ができる世界です。慣れない皆さんの中には、ご苦労された方もいらっしゃったかと思いますが、永平寺の修行は、朝起きて、顔を洗って、座禅をして、お経を読んで、して食事をして、掃除をして、また座禅をして、と、何一つとして特別なことはございません。難行苦行はございません。ただ、日程に従って、今出会っている縁と真摯に向き合っていく。洗面の時間がやってきたら、ただ顔を洗う。食事の時間が来たら、ただ食事をいただく。そういうふうに、今目の前にある一行に三昧になっていくこと。三昧になっていくだけです。その座禅を中心とした修行生活こそが、何のしがらみもない、身も心も整った、安心の生き方そのものなのです。とおっしゃいました。私は修行生活とは、辛く厳しいものだと思っていました。しかし、老師はそうではないということをおっしゃいました。それによって、心の安らぎを得る、修行とは心の安らぎを得る生き方なのだということを知りました。確かに考えてみれば、お釈迦様の時代、世俗の苦しみや迷いを離れるため、そして真理を追求するために皆出家するのであって、何も厳しいこと、辛いことをするために出家をするのではありません。しかし、当時の私には、修行とは厳しく辛いものであるとの認識しか持つことができませんでした。また、修行そのものについても私は誤った認識をしていたことに、またもこの3000研修で学ばせていただくことになります。永平寺での修行も7年目を迎えていた私は、副教部長老師に代わって3000者に対して、座禅や修行のことをお話しさせていただくようになっておりました。ある3000研修でも私は老師に代わって修行のことをお話ししておりました。その中で修行について、修行とは行いを収めることである。修行とは行いを収めることです。その行いは何かと言ったら仏の行いです。つまり、修行とは、この私が仏の行いを収めることです。それが修行です。と、
もっともらしく申し上げました。お話が終わり、私が退室しようとすると、後ろで聞いておられた老師が私のところへと寄ってきて、学法さん、先ほどの説明だけども、修行ということの意味合いが違うんじゃないかな。私が仏の行いを収めるじゃダメなんだよ。俺が私がの自我を超えていくのが修行だから。この場合、主語があっちゃダメなんだ。そうではなくて、私を仏の行いに収めていくでなければならないんだよ。とおっしゃいました。私が仏の行いを収めていくではなくて、私を仏の行いに収めていくでなければならなかったんです。この違いというのは言葉以上に重大です。なぜならば、全く同じ修行をしていても、修行の方向性が真逆ですから、行き着く先が全く違ってしまいます。本来修行というのは自己を忘れていかなければなりません。ですから忘れていくためには、座禅の時は座禅の姿に私を収めていく。食事の時には食事の作法に素直に従っていく。掃除の時は掃除をすることに、お経を読む時はお経を読むことに一心に集中していく。今出会っている縁に真摯に向き合っていくことです。道元禅師様のお言葉を借りるならば、愚一行、主一行、一つの行いに出会ったならば、一つの行いに私を収めていく。それが修行なのです。老子のご指摘によって、そのことに気づくどころか、私はそんなことを考えたことすらもありませんでした。6年もの間、僧道に、修行道場に身を置きながらも、修行の根本的なことが全く分かっていなかった自分が恥ずかしくなりました。道元禅師様は、ただ我が身をも心をも放ち忘れて仏の家に投げ入れて、仏の方より行われて、それにこれに従いもてゆくとき、力をも入れず、心をも費やさずして、生死を離れ仏となるとお示しくださっております。ただ身も心も放ち忘れて、長谷寺という仏の家に投げ入れて、そして長谷寺の修行生活に身を委ねて従っていくとき、肩肘を張って力むこともなく、取り越し苦労することもなく、思い通りにならないと思い悩むことから解き放たれて、心穏やかに仏として生きていくことができるということです。現在私は修行僧の指導役として、この長谷寺にお世話になっております。修行僧には私のように間違った修行に陥らないようにと、微力ながら修行のお手伝いをさせていただいて、さらには自分ももう一度仏の教えにのっとった修行をさせていただいております。もちろんこの修行道場に来たばかりの修行僧は、右も左もわからず、当然慣れない修行僧ですから、初めのうちは帰りたいと思うもの、また心が折れてしまいそうになるものもいます。しかし、そんな修行僧には、修行とは本来難行苦行を強いられて乗り越えるものではないということ。そして、修行という心が安らかになる生き方があるということを知ってもらい、さらには修行のことを好きになってもらいたいとの願いで指導をさせていただいております。修行を厳しく辛いものとの認識で修行を終えてしまった後には、自分のお寺に帰った後に修行を乗り越えた、やり遂げたという自信はあるかもしれませんが、それでは一般の人々に自分の修行を進めることはできないと思います。なぜならば、
厳しい難行苦行の先に心の安らぎがあるわけではないからです。そうではなくて、修行という心と体が整い、安らぎを得られる生き方があるということを、自らが修行の中で実感して、それをかえって人々に、苦しむ人々に伝えていくことが重要なことだろうと思います。高校彫刻寺の前官人であられました武田光照老師は常々修行僧に、修行道場というのは修行の仕方を学ぶところであるとおっしゃっておりました。私たちの修行は生涯続きます。ここで学んだ心の安らぎを得られる生き方を、帰ってからも生涯実践して、その生き方を人々に伝えていける、進めていける僧侶が育っていけるような道場でありたい。そしてそのような修行僧を育てていくことが私たちの役目だとも思っております。ご清聴ありがとうございました。本日は勝田老師がご法話誠にありがとうございました。ご法話の内容で、ともすれば厳しい修行をしたという自覚や自信がですね、自分の我につながって、本来安らぎであるはずの修行がですね、人を強いてしまうような、そういった修行になることを戒め、そしてもともとお釈迦様の時代の修行というのは、苦しいこの社会から安らぎの世界に入るといった修行ということを教えていただいたような気がいたします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。